今いただいてるんですよ。もういいも悪いも、外と内といろんな意見をね。で、理想像っていうのはもう、私の間違いないと思うのは女性だと思いますね。いやだから女性だから誰かが言ったから女性と限らないんだよな、うん、そういうふうに出るような人って、大津の市長も女性で分かってやってるけど、なんかおどおどしちゃってるような感じ受けるしね。決してそういう、確かに男みたいに談合はしないよ、公共事業で、うん、そうそう、まあ女だからね、潔癖症だから、うん、でもやっぱり、でもそうやって やって動いていくっていうのも一つの 方じゃないですか。だから女のいなければいなくていいんですよ、うん、でも理想なんですよ。理想でしがらみがなくて、いやだから、きちっと知事の仕事は、ね、まあ、大統領もそうだけど、うん、最近言ってることは雇用を作ることなのね、うん、まあ、産業発展というか地域に仕事を作るんだったら高い公務員はいらないんじゃない、その資金が、ほら、はっきり言えば金がないんだからね、まあ、みんな手作業でも妊婦でもやったら仕事が回るような形でしょ。だから要はなんつうかな、公務員が高級無職っていうのはまずいんだよな。これは中国はひどいんだよね、うん、だからこの前の市長ね、彼らはもっとひどいんだよ、カナダとかアメリカへみんな送っちゃってるらしいから。今月の12日になぜクリーン作戦って、大島市長の職員か保健所関係から500人の職員が市内の清掃をやって、土曜日ですよ、でみんな電話したらボランティアでやったって言うんですけど、うん、500人がやってゴミが600キロ集まったって、みんなただ歩いてるだけなんですよ。もうだけど新聞によく書くでしょ、あれでね、土建協会がやったとか、ああいうじゃあ我々はゴミ掃除してないかって、してるのよ。いやいやもう、いやなんかね、もうあんなの新聞に上げられてね、その500人でやってあれだけのって、なんかゴミ5人ぐらいでやれるのをね、5人でやれるの500人でやってる、そのなんつうんですかね、無駄っていうのは結局無駄っていう、なんかやりましたよって新聞は、御用新聞、特に何回も書くよね。そうそう、いや何回も大島もね、両方書いてましたけど、奄美も、でいただきます。だからそういうので市民は、私電話しましたよ、もしかしたらね、あれにお金が出てるんじゃないかと思って、大変なことじゃないですか。もしかしてた、2年前の豪雨災害の時に金が1億使われてたわけですよ。ボランティアでやってる人間のその振り分けをやってたのが、奄美市が職員は全部給料が出てたっていうのが発覚しましたよね。だから職員は時間外取れるんじゃない、組合対策から言っても、まあ取れるんだけど、時間外、管理職は別として取れるんだけども、まさか取ってないでしょっていう話ですよ。電話したら取ってないって言いましたけど、ね、いやだから要は市会議員は全部こう開示させるように持っていかなきゃな。そうです、うん、だから君が出なきゃダメだったのよ、あんだけ遊びやって人の協力求めないでしょ。まあまあもうそれはもう終わったから、まあ、それは言いたくはないけど、うん、もう5、6回聞いてるからいいですよ、自分が一番分かってますよ。まあとりあえずはっきり言って奄美市はダメ、俺もつくづく分かった、うん、君がやっぱそういう風であれば、うん、残念だけどね、まとめてもらわなきゃ困るんだけど、まあだからまとめるって、いればね、一日一日その復興というか、うん、経済復興に対しては遠くなると思うのね、うん、はっきり言って結局でもあれですよ、その即席でね、本当いているし、そういう人がいるんだったらまとめようもあるけど、いないからまとめようがない、それ以前の問題なんですよ。だからいろんな活動を通してそこにスイッチが入る人、自然環境に入る人、経済に入る人、ね、いろんな人がいるわけですよ。でそういう人を徐々に集めていってやらないと、即席で例えば作ったとしてもそれは即席ですよ。本当にこれをやるって言ったらもう本当ある程度の時間も労力もお金もかかるわけですから、私はそう思ってるんですよ。それはもうやりたくても一番大事なことなんですけども、はっきり言って交付金があるうちはダメだね、うん、まあそれもそれも、いやいやそれも含めて今の体制はなんでっていうことは大体みんな分かってはいると思うのね。交付金がどれだけもらうかっていう、そういう発想でしか市会議員も、ね、市長もね、みんなそう思ってるわけじゃないですか。税金が高いって言ったって、ここじゃなかなかそれ勤めてなかったら所得税もないだろうし、うん、でもみんなどうやって払ってるのかいと思うとね、悩むよ。この前ね来た話、尼崎の人が、
15万年金で2ヶ月15万で天川崎で4000円ぐらいだったのここに来て1万6000円になったって。健康保険、健康保険税ですよ。それと介護もあるしね、うん、だから4倍になってるわけですよ。それはしょうがないんだよ。だから言うように 法律がなってるんだもん。いや地元本人、行政三者だろ負担が。本人仕方ないっていうよりは奄美の保護率が今回 50%、 それと未払いの保険者がいっぱいいる、生活保護者がなんつうんですか、過剰医療検診で薬とかをもうバンバンもらって捨てて人に配って、まあ、はたまた売って回ってるっていう風な現状なわけですよ。そしたらもう2倍3倍って健康保険税も上がりますよ。そこに誰もメス入れてないわけですよね。でもずっとその野放しでそれを来てるから、だからはっきり言えばその大東亜戦争のこともそうだけど、うん、この国はきちんと徹底できないことは事実なのよ、うん、官僚はほらその辺で情報を提供しなかったりってさっきも聞いてたけどね、結局全然変わってないよ。だからここの学校でもなんでも、うん、ちょっと鼻毛が出てるから聞き出してくださいよ。で私は行政がありがとう、これからね、前話したと思うんですけど、そのもう新政府じゃないけど自分らで本当にゼロから作り上げるという発想で一つ動きながら、そして現実の今のところもある程度関わってて両輪でこう活動するっていう、そうやってる人がもう世界ではいっぱいいますよ。そういう人日本でもそういう人がもうどんどん出てきてるんですよ。だからそれこの前話したんですけどね、そういう活動で今やっていこう。だからもう行政がどうこうとか行政と対立とかそういうエネルギーはもう本当にもう、うん、もう無駄な部分が多いなって。いやそれはそういう気持ちもわからない、うん、ないけど結局2人3人と広がっていくぐらいに、うん、結局いい生活は求めないわけよ。まあ、だからその制度が悪いんだ。もちろんそのまとめるっていうのはあるんですけど、やっぱ若者だと思うんですよ。20代30代だと思うんですよ。で我々40代50代っていうのはつながりサポートしてあげる、資金を出すとかね、その本当にアドバイス必要なところでアドバイスするとか橋渡し的な役割だと自分ももう思ってるんですよ。もう20代30代いないですもん。まあ、とにかく困った国をね、うん、これだけ豊かでありながら、うん、そういう権力機構が良くないでしょ、うん、意見が届かない聞かない仕組みで、だから浅山一人じゃなくてずっと今までそれで来たんだよ。平田さんだって全然ダメで、ダメっていうより役人のペースのほら立案したものに乗ってるわけだから、その拝めはそうでしょ。結局あれ見てわかるけどできないと思う、うん、90% は買収したろうけどこれは無駄がないよな、うん、こっちは全部、県病院の看護婦寮を新築したんだけど、うん、でここやりようないもん。やりようないでしょうし、やったないもん。泊まってたの俺なんかも買ってくれって言ったんだから、うん、この間県に、うん、そしたら知事が阿弥陀だから向こうでやってるから、はい、その資金を持っていっちゃった、うん、わけわかんないこと言ってるわけ、うん、彼らもほら知事のあれで動いてんだからね、買ってくれって言ったわけよ、うん、うちのやつは一般の不動産で言うとどうのこうの工事は税金高いからとか言って、うん、言ったけど買わないっていうのは、うん、はっきりしたこと言えないもん、うん、俺とこうと内山ぐらいじゃない、あんまり残ってないんですよあそこ。ああ そうすら、できないことはないわけよ。だってトンネルの穴掘るんだから。だから向こうの 4000m はほら何十億10年で使える、もう土建屋とグルだから、うん、そうですよね。それで奄美のためにいいことじゃないよ。いやもうそれはもう景観を何もなくして事故があったらそれすこと泣きよ。いやもうあれになったらなんか鉄道ひざをよっぽどいいじゃない景観の。あそこで大事故があったらもう本当とんでもない大惨事になりますよ。いや何もないのこの日本バカの一つ覚えて飛んでるでしょ。4キロ事故ってのは必ず起きるから。絶対起きますよ。そうすると助けようがないじゃん。だから助もう本当にそれは雪国とかなんかなの私もね、うん、なんで俺鉄道引かないかと思うのよ。鉄道だったらまあ例えば道路を埋めて谷を削って丘を、これは元井俊太郎書いてんだけど山村のあの自然のところもそうで削った土を埋めなきゃいけないわけよ、うんうん、
だから自然破壊もいいとこじゃん、はい、種をどんどん植えて、はい、